る。うわマジで。おお。いやダブルエッシュ。ダブルエッシュやる。自分たちが食べないと思ってる顔だったよね。いやそっちこそ思ってるから。やばい、ラッシュ入ってないもんね。やばいよね。やばいよ。いやどっちかは入るよね。入るよね。どっちかはね、うん、多分なんかちょっと張り合ってる感じはするんだけど、ちょっとお昼食べながら聞いた感じだとなんか ね、 そんなに差はない感じするよね。うん、する。でも多分泥仕合だよね、おそらくは、うん、今のところね。ね、さっきでもご飯食べながらさ、うん、2人がさ、かぶちゃんとたまちゃんが、うん、下ネタ言い過ぎないでくださいって怒られてるのめっちゃ笑っちゃったの。なんかさ使われないんでみたいな。そう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 、結構すごいこと言ってそうだったよね。うんね。えで2人がさ、そんな言ってないですよねって言いながら言ってたことがもうアウトっぽかったもんね。アウトだったよね。なんか3つ4つトピック出てたからさ。おお、来た来た来た。あ、ロザリオもついてる。これ紫、ね、さあこれです、この辺どうです。あ、これはトリュフ編か。何色だ。あー、十字架の紫。え、金じゃない。あ、金だ。いいんじゃない。当たりそうだよ ね。あ、上ついてる。うわー、マジで。え、これさ、これさすがラッシュじゃない。そうだよね。じゃない、わかんないけど。いや、と思いたい、思いたい。どまりか。いやいや、V ついてラッシュじゃないはちょっと考えたくないよね。考えたくない。上上上。あー、左です。やりましたね。やりました。とりあえずさすが頼もしい。いや、今のところローリング 100% ですね。本当だ ね。今日強いな、ローリング強いな。まあ、出てないけどね。確かに確かに。上に来た。上、上行った、上行った。うわー、すごい、すごい、嬉しい。テンション上がる。あ、金だもんね。金で、ここ金だもん。3回目のところが赤保留ってそんな音なるんだ。あ、でも前もこんな音だったっけ。こんな感じだった気がする。これはすごい揃ってるよね。うん、ヒーローズバトル。多分それ普通のバトル。あー、そういうことか、うん、この間会った時もなんかちょこちょこ出てた。でもそう考えたら全然バトルいかないね。ね、いかない。本当にこれで、ね、結局あのアクセラレーターから2回目だもん。あ、そっかそっか。そうそう、外してないし。確かにね、本当だよね。赤タイトル、赤タイトルがどのくらい信頼度上がるんだろう。うーん、え、嘘でしょ。デンジャー、金か。あ、わあ、デンジャー強というか当たりだもんね。やば、すごいね。ちょっといいものいっぱい見れてる。本当だ、超派で羨ましすぎる。覗き込む価値がある。金で、この連続予告の金で 91%。 あ、そんなあるの、あの上、うん、あの上で金になると外したくないね。外したくない。あ、これ見てるだけなんだ。ほとんどこないと出たことなかったね、うん。なんか今風がこっちまで来た気がしたんだけど。え、風ね、でも、え、風出てないよ。あ、じゃあ上からジアスの風だった。ジアスの風が来ました。富士少女の風なんか、なんで私に風感じるんだと。え、ここで上がらないの。あ、いや、これからか。ここから、ここから3000取れてないかな。ワンチャンでいけたら嬉しいけど、ね、15% かな、うん。あ、回ってる。あ、でもこうだ。まあ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 、いいです。いや、おめでとう、おめでとう。やりました。ちょっとこっから頑張るね。お願いします。から見せ場をお願いします。総投資13500円です。初ラッシュ。なんかさ、3000取った時すごいパンクしやすいって言うじゃん。あ、そう、見た、パンク動画、ね、怖いよね。うん、でまださ、すごい早かったよね。見たけど、3000引くとこまでいかないからさ、マジで頼む。
むね。ちょっと頑張る。見たい。どんなものなのか。ちょっととりあえずここで当ててみたいな。前作と同じ最初の30回はこの秒でね、うん、当てたいよね。進みます。ここ当てるの大好きなんだよな。気持ちいい。当たんないかな。なんか風吹くタイミングとかもいいよね。いい。あ、ちょっと早みたいな。わかるわかる。あー、ダメか。ここはダメでした。残念。25%か。ちょっと前作結構私みことちゃん選んでて。あ、そうなんだ。そう、みことちゃんでやります。みことちゃんってどんなやつだっけ。なんかだいたい3種類リーチあって、うんうん、前作は、うん、クロコとミコトが2人出ると結構チャンスだった。うんうん。なんかあんま変わってなさそうだよね。なんかあんまり変わってなさそう。インスタバランスも変わってんのかな。前はここにねずっとこのなんだろう、コインが上に上がれば大当たりの子とかあったんだけど、あ、私じゃあミコトちゃん一番選んでないわ。あ、本当、うん、結構その上がるのも楽しいんだよね。ちゃんとスルーだけはやめたよ。144回転だからもう折り返してる。半分。そう、何も起きないね。結構起きてないね。まあ前もそうだったもんね。確かに意外とあっさりしてたんだよな。右打ち中ボリューム変わらん。なんかおすすめ。私キャラ心地ちょっと見たい。じゃあ君しよう。ちょっとこれにしたみたい。あ、これだ。それそれ。なるほどね。でかいな、思ったよりも。確かに確かに、ね、数字カオルクよりでかい。ね、おい、やばいな。あ、いや、これ結構ガセるんだよな。あ、そうなんだ。ガセんだ。おいおいおい、なになに、なんでもないの。当該だよね。嘘でしょ。え、リーチかかってない。リーチ1回かかったけど、なんか全然当たんなそうなやつ。当たんなそうなやつ。え、嘘でしょ。同じじゃん、これ通常と。頼む。ちょっと、あーやばい。あーやばい。うまー。やばー。残り3ぐらい。うまー。終わると思った完全に、ね、私もちょっと目も当てられないと思ってもうちょっと目をそらした時だともう無理だと思ったけどね、うん、うますぎる。でも図柄揃ってるってことは玉ありだもんね。うん、そうだね、うん、巻き戻してない。ステージ1500でした。うまい、うまいです。ありがたいです。今のはでも巻き戻しでもありがたいぐらいのね。全然ありがたいよ、ね、うまてか今光ったのやばいね。やばかった今の。よかった、マジでよかった。マジでよかった。ペヤングも食べたくないよ。昼ごはんあんだけたらふく食べて。本当だよ、ペヤングのこと忘れてた。もうペヤングいいよ。いやもう私もう麺いいよ。すごい量だったよ、あのナポリタン。ね、すごい。あれやばいよ、あのナポリタン。なんかさ、M なのに2人分ぐらいあったよね。あった。ほんと多分 S でも食べきれないわ。おぉ、ちょっと。あ、これが回ってるやつ。いや、ダブル SP、 ダブル SP あるぞ、ね、頼むよ。あ、私ラッキーアップ入れちゃったな。上行って、上行って、上行って、上か下、せめて下ね。右だ、 CR ちょっと弱そう。もうこれボタン押しちゃおう。あ、弱いな、これここも弱いわ、はい、やっちゃう。もうやっちゃう。うん、ダメ。あなんかちょっとダメな感じする。これね、5点敗なんだよね。あ、うん、やっぱりもうまた38だ残り。どうしよう、変えようかな。なんか光らなかったらどうしようと思っちゃった。あ、怖いよね。怖い、見てらんなくなっちゃう。そう、デフォルトにしよう、デフォルトにしよう。怖い。あ、ちょっとせめてリーチになってくれ。あ、ダメか、弱いな。一応当番のリーチの中だったら真ん中、一番下じゃないけど。あ、ダメそう。頑張れ。ちょっともう最後の最後でイマジンブレーカーとか出ない限りダメだ、ね。でも うん、出るかもしれないもんね。出るかもしれない。なんかそれはあるバランスだと思う。他が弱くても。あれ、赤テロップになった。あ、本当だ。
まあ、テロップ変わるときこのタイミングなのかな。ボタン、イマジンブレーカーじゃないか。あれボタン出ない、さっきも出なかったんだよね。へえ、出るだけでじゃあチャンスアップなのかな。え、どうなんだろう。おい残り5なんだけど。へへへ、ノーリーチ、ノーリーチ、こんなリーチ起きないんだ。ノーリーチだよマジで。一回も転廃してない、一度も、一度もで何にも来てない。なんかもう先読みとかも何にもない。なんかもうそこまでリゼロじゃなくていいって。そう、そこまでやんなくていいのよ。ちょっとやりすぎです。うわー、こっちは当たんないし、そっちは抜けるし、伸びないね。ちょっと何にも起きなすぎだなこれ。時間差で眠くなるの何なんだろう、ね、すごい眠い。どのくらい、さっきはさ、やっぱ当たってたからじゃない。だからかな、な 一時的に目が覚めてて。そうかそうか、今もうマジで何もない。当たる前もそんな眠くなかったんだけどな。まだ、うん、私も今ちょっともう本当に遠のき始めてる。おお、目覚めたんじゃない。目覚めた、びっくりした今。心臓止まりそうだった今、びっくりして。なんかね、来た。前作もあったやつかな。なんかね、悪くなさそうな感じするよ ね。なんかこういうのが先に来てくれると嬉しい、さっきを見て。緑保留待機。さあ、当該変動は？保留が、あ、さっきと同じだ。紫から紫へ。そういうことだ。ウケるよね。マジで何それ。それ本当面白い。ね、うん、何をやったの、ね、今時そんなことないじゃん。まあ、ちょっと上がるのかな、これ動画、ね。まあ、ちょっと、ね、まあ、上がるだろうけどっていうね。そうそう、紫から紫へ、ね。面白いよね。面白い。面白い。アクセラレーターってことはアクセラレーターだよね。だよね。っていうことだよね。そうそうそう。そう、なんかさっきその、当たってくれる？ミサカワーストかなと思って、だとしたらアクセラレーターしかないなと思ったの。で、多分アクセラレーターはどれでも60何パーかぐらい。そうだね、どれでもね、うん、大丈夫かな。でもさ、紫から紫に上がったじゃん。上がってたよ、保留が。保留ね。あそこやっぱいいんじゃない。あそこね、大事かな、あそこは。大事、大事。大丈夫なのこれ、いきます。さすがにダメだ。ダメそうだと思ってなんか、ね、紫から紫、紫から紫がやっぱりダメだったんだ結局ね。ないんだ結局ね。あ、人の外れ笑ったら悪いけど。紫から紫がダメだということで、意味ない。いや、全然当たる気しないな。でもまだ1日通して600も回してないんだ。何も起きないね。ね、何も起きない。あと通常時そんな早くないよね。だってまだ、だって合わせてまだね、600回してないんだよ。そうだよね、うん。何も起きないのになんでこんな遅いの？ね、遅いよね。なんかマジ意味わかんないけど、なんか、和歌山にある無印良品から電話かかってきて。私昨日さ、昨日だけかな、いつだっけかな。なんでだろう。すごいね、あのね、ウガンダから連絡来たんだけど。ウガンダから着信。怖い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 。ウガンダから着信あった。怖いよ。怖い、それマジ怖いよ。え、怖くない？怖い。なんで私の電話番号知ってんの？怖いって。ちょっと笑って終わったんだけどさ、もしかしてやばいのかな。わかんない。ウガンダからかかってきたことない。ウガンダってどこ？国際ワンキリ被害。国際ワンキリ被害。ウガンダから不審な電話増えてるだって。しかも6日前。え、マジで？あ、じゃあそのかかってきた。結構今流行ってんだ。ね。あ、当たらんな。当たらん。当たらんとかこれ420回したけどローリングが1回しか来てないもんね。こなさすぎだね。いやー、でも今日も負けるのか。いやもうペヤングやだ。なんかね、あの美味しいペヤングですら嫌なの。今ね。今は。うん、
嫌だな。なんか消化してってないもんな、体の中。なんか辛さに嫌とかじゃないんだよ、うん、ペヤングが嫌、うん、怖い。あ、終わり。終わり。出しちゃった。出さなきゃよかった。マジでマイナス1万発だよ。すいません、本当に今日もすいません。いや、私もさほどパッとしないんで実践終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。夏目シーズン10のテーマ対決ということで、私たち森本夏目チームと、株乗りチームに分かれてですね、サダマバトルをしましたので、はい、結果発表したいと思います。どっちから、はい、じゃあこっちからいきますか。こっちから行く。チームから。お願いします。勝てば各々に天ギフ1万円。そうだ、1万円ですよ。そうだ、忘れてた。そしてでかいんだよ。そうだよ、天ギフ1万円ですよ。で負けたらペヤングと。いらない。激辛ペヤング、ね、ねぶたのやつね。ねぶたのやつ、ねぶたですっごい可愛い顔して言ってくれた。ねぶたのやつね。自分たちが食べないと思ってる顔だった今、ね、思ってるよね。いや思っ、いやいや、そっちこそ思ってるんだ。いやいやいや、ちょっとなんかやっぱ今のねっか多分負けてるんだろう。じゃあ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 、まあ結果を結果を言いましょう。じゃあどっちから言う。個人収支からいきますか。じゃあ私からいきましょうか。私の個人収支がですね、投資が4万円、出玉がマイナス1万発です。はい、ということで、はい、じゃあ夏目選手お願いします。はい、だからしかし、はい、私は投資が1万8000円で、はい、出玉がゼロ個で、え、サダマがマイナス4625個です。分かりやすい、分かりやすい。2人合わせてマイナス14625個でございます。はい、はい、では株乗りチームお願いします。はい、まあ、私からいきたいと思います、はい、私が投資が33本、うんうん、はいはい、はい、投資33本で、うん、回収が回収が10枚なんで10枚もう使えよ10枚何なのその10枚は。マイナス1508枚で2人で合わせた、まあ、あ、パツをまた言おうと思いますが、はい、で私がちゃんが投資が41本、ほぼ一緒じゃん。だけど回収が94枚。え、ちょっと待って、わかんない。結構接戦じゃない。まあ、聞いてくださいよ。で、二人合わせるとマイナス3300枚なんですよ。これを、これを一個にしてください。1時間後先発ぐらいってことね。ということは、私たち森夏チームはマイナス14625玉で、株乗りチームはマイナス16500。あ、すげえ。なんでだろう。ということは、勝利森本夏美さん。いや、あのラッシュが、うん、ラッシュ良かったね。良かったね。初年だったの入ったのに、うん、午後一発しか当たってないよね。そうそうそう、一回ずつしか当たってなくて、え、午後に、うん、で私ラッシュ入れたんだけど、うん、もうすぐ終わっちゃって2連、うん、私午後当たってないよ。そう、当たってない、当たってない。あの先払いが一回来ただけ。当たってないんだよ。こちら二人で一回挟んだので、あ、勝てたはずだね。これは私もね、でもね、ちょっと正直勝ったと思ってたの。なんかあのすっごい申し訳ないですけど、出玉チェック行った時に、うん、あ、そうなんだ。来たの？私は全然気づかなかった。私は最後方がちょっと行ったんですけど、あの、まあ、3時くらい、はいはいはい、なんかあの1と3が見えた。そうそう、レオコさんの1見た瞬間はもう、あ、確かに確かに、いけるぞってなって、うん、マジで何にもないもん。ね、1500でかい、でかい、1500出るから絶対に。そう、初当たり。そうそう、1500書いてるから、スルーしてれば、うちらはうちらで絶対負けたと思ってたもんね。思ったから、もう本当にあのもうメインは嫌だと思った。あんだけナポリタン食ったら確かに、本当にもうメインが嫌で、何も食いたくないですよ。そうそうそう、辛いっていうよりも。ということで、4人ともマイナスなんですが、そうですね、接戦の結果は勝ちましたので、罰ゲームはカブノリチームとなります。しょうがない、うちらさ4以上の台腐らせたじゃん。そうなんだよ、そうなんだ。え、出てたもん、台以上が2人とも。うわぁ、あ、そりゃもうダメだ。すごいね、ダメだ。あの責任も、あの責任。うわぁ、でもちょっと良かったね。いや、びっくりしたね。ちょっとびっくりだったけど、うん、本当にびっくりした。いい戦いでした。ちょっと喜びづらい結果ではあるんですけど、ではあるんですけどね。ということで、株乗りチームにはですね、この後ちょっと別室に移動していただきまして、はい、別室、はい、
別室を変更はいしていただきまして、罰ゲームとなりますので、はい、皆さんこの後の罰ゲームこうご期待でございます、はい。いや罰ゲーム執行部屋に移動してまいりました。執行部屋、はい、2人にはこちらを食べていただきます。まあ、興味はあったからねぶた祭り、そういや辛いものも好きだからねぶたも大好きだけど、でもかぶちゃんのお尻が心配。そうなの、あのね粘膜が弱いの、そうしてやばいね全体的に、ね、やばいねこれは、うん、本当に食べたね、本当にやばい。あと、あと引くもん、ずっと何時間もいたから。私この後お酒飲みに行くんすけど、うん、お酒入りますかね。知らねえ美味しく飲みたいお前がパチスロ食べながら食うんだよということで、じゃあ早速2人がねこれ用意しますんで、はい、食べてくださいねって入ってます、はい。では罰ゲームの準備ができましたので、負けたね負け組の2人にははい、はあはい、これを食べてください。ちょっと極激辛をお願いします。ね、ね、目が辛くないもん。え、全然、え、嘘、匂いから何も感じないんだけど。いやでも目くるよ、粘膜効きやすい。え、うん、マジで、え、うん、これ多分普通のペヤング嗅いでください。え、なんでよ私ちょっと外してたけど、ね、くるよね、効きやすい、効きやすい、目が辛いもん、もう何にも辛くない。ちょっと食べてみよう。じゃあ、ちょっと食べてみよう。振りだよ、振りだ。食べよう、食べよう、食べよう。振ってるんですよ、田辺さんは。え、普通に焼きそばだから、いや、まあ、これ結構な辛みだよね。え、怖いんですけど。普通っちゃ普通だよ。あのね。いただきます。うん、お。あ、無理無理無理。どうしよう。早いって。どうしよう、どうしよう。無理早いよ。早くない？無理早い。入れた瞬間に。あの、うん、後から。え、辛っ。あの、なんか下の一番辛みを感じるところに乗せちゃったのに。はいはい、辛い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 。え、嘘でしょ。まだ辛いよ、まだ辛いよ。じゃあもうちょっといってみようか。うん、ね、もうちょっといった方がいい。うん、もうちょっといける。きた。お、何かを、え、何かを足をってダメだよね。足をってダメなの。辛い辛い。そう、これね、喋れなくなっちゃうよね。そうそうそう。確かに辛いんだけど、辛い辛い、うん、なんか私は入れない、もう入れれない、どうしよう。もう入らない、これ以上。辛い。でも美味しい。入れない、どうしよう。あ、美味しいかな。いや、美味しいです。あの、美味しいわけないだろ、罰ゲームなんだよ。美味しいとか言わないでよ、うちら、うちら恥ずかしいよ。めっちゃ辛いよ。辛いよ。なんかお昼ご飯いっぱい食べてお腹パンパンなはずなのに全然食べれる。嘘つくんだ、罰ゲームなんだよもっといけよ、パクパク。じゃあお、お、あ、すごい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 、いい、いいね、食べっぷりが、いいよ、強いぞ。鬼、鬼、鬼、鬼がいる、鬼がいる、うん、美味しい。美味しかったらもっといけるんじゃないですか。まだありますよ。ちょっとめっちゃ辛い。全然全然すぐないじゃん。もう無理なんです。入らないんです。ニンニンパオリで食べさせてあげるよ。いやこれ本当に。ってこれ。お腹いっぱいですよね。お腹いっぱいの時に食べるのが超美味しい。いや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 、意味わかんない、意味わかんない、すっごい辛いね、意味わかんない、めちゃめちゃ辛いね。じゃあふんってやってね、ねね、ふんって空気入れると辛い、ふんってめっちゃ辛いでしょ。逆逆、すごいビリビリしてるからやるとしゃべれなくなったよね。でも喋れなかった、これダメだね。いやダメでしょ、今マジでやばいです。そう、後から、後からね、来る、よくなんないから。それがしかもどうですか今のご気分は。6本くらいしか食べれてないんですめちゃめちゃ辛い。私は多分80本ぐらい食べたんですけど、ちょっとあのこの後の飲み会に支障が出そうなんで、もう大丈夫です。美味しかったです。もう大丈夫、いやいやいや大丈夫ですって何。卵さんが決めることではないですよ。そうそうそう、いいよって言われる大丈夫ですって何。そうそう、いや、もう大丈夫ですじゃないんですよ。これちょっとダメ、ダメですね。後からがすごい辛いでしょ。そうそうそう、辛いんだよ。ずっと出る、汗出てこないか。ダメダメ、あ、ダメなるよね、なる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 。お疲れ様でした。唐辛子が下手とか。ないないない。え、どうしたの？めっちゃ急にこぼしたよ。じゃあ二人もね、私たちとペヤングの杯を交わしたってことで、
私たちは仲間です。仲間ですね。仲間です。これからもね、森本夏実と株乗りで仲良くジャスチャンネル盛り上げていきましょう。いきましょう。いきましょう。よろしくお願いします。